なんとなくのんびり、なんとなく楽しい、山チャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。山チャンネルレトロゲームコレクション、略して山コレ。はい、ということで本日もこのゲームをこんな金額で買ってきましたという紹介の方をしていきたいと思います。1本目がねこちら、ナムコの三国志です。金額が1650円でしたね。こっちが正しいのかな。はい、ということでどうしよう、早速じゃあ開けていきたいと思います。これはね、開くね。これはハードケースなんで結構ね、力ずくで開けても箱が潰れることはないので、このまま開けていっちゃいます。はい、この感じね。じゃあ箱の状態、まあ箱の状態はねこれそうそう壊れるものでもないので全く問題ないです。で、中これ説明書がないという形になってます。ソフトの状態ね。はい、こんな形で綺麗になってます。これね、戦国シミュレーションゲームなんですけど、あの光栄で出してる三国志が有名なんですけど、ナムコでも2本三国志出していて、これ1も2も結構プレミア価格なんですよ。2の方が圧倒的に高いんですけど、1もね結構高くて、でこれ説明書はないんですけど、1650円でまあ箱付きだったら全然お得かなという形で買ってきました。こんな感じね、ゲーム内容。これ一騎打ちがあったり、はい、こんな感じのゲームになります。基本的には内政して国を豊かにして武将を集めてね、隣の国に攻め込んでいってっていうゲームになるんですけど、まあナムコの三国志もそれなりにねハマった人が多くて、まあ2も出たっていう形だと思うので、これはこれでまあ歴史シミュレーションゲームとしてまあ名作なんじゃないかなと思います。ということで1本目、ナムコの三国志中元の覇者を買ってきました。じゃあ次のソフトいきます。次はねこれ、はい、トルネコの大冒険買ってきました。金額が900円となってます。直付けっていうね、トルネコの大冒険ね、990円ね税込みで。これはあのロールペイングゲームになります。ドラクエ4の主人公の一人トルネコが今回あのなんていうのかな、主人公になってっていうのかな、スピンオフ作品噛んだね。でこれ買った理由が、これに関してはねあの箱持ってるんですよ。箱とあと説明書ね。でご丁寧にこの袋と AC アダプター、あとはがきと、これ全部揃ったもの。この状態でね、昔これ買っといたんですよ。でソフトうちにあるんですけど、なんかねここちょっと破れがあんのと、なんか名前が書いてあって思いっきり消したらなんかシール薄くなっちゃって、しかも名前が消えないみたいな、そんな状態になっちゃったソフトはあったんですけど、まあまあもうちょい綺麗なやつ安く売ってたらね、買って完品にしようと思っていたところにこの900円のやつが見つかったので買ってきました。550円とかで売ってるお店も多かったんですけど、もうちょっと待とうかなと思って、もうちょっと安く売ってるかなってね思ってたら、なんかどんどんトルネコ結構高くなってきちゃって、今ね900円でもね、まあなかなか売ってるお店ないのかなと思います。1000円以上するお店がちょっと増えてきちゃったんじゃないかなと思います。あの裸ソフトだけでもね、はい、トルネコはねなんていうのかな、プレステ2でいうとヤンガスとか、あと若干違うけどあの風雷の試練とかね、あんな感じにシステムが似ています。洞窟に入っていって、でこの洞窟の中を探検していろんな道具
を見つけて帰ってくると。でこのダンジョン入れば何回入ってもこのダンジョンの内容が変わるので何度も何度も楽しめますよっていう、そんなゲームになってます。ただまあドラクエっぽくは全然ないんですけど、これまあ一回やると結構ハマって何回も何回もやっちゃう、そんなゲームになってます。ほら、1000回遊べるロールプレイングゲーム登場と、ね、いう形になってます。ちなみに発売はね、これチューンソフトになってます。はい、じゃあせっかく買ったので、ちょっととりあえずこれを剥がしますね。で、ほらほら、ちゃんと袋があるのでこの袋にしまいます。そっか、これね、説明書をソフトなしの状態でしまってたので若干ね、こうぐにゅっと中に入っちゃってるような形になっちゃってますけど、まあこれで十分いいかなと思います。最悪これちょっとアイロンかければこのちょっとね反った感じの説明書は治ると思うので、ほら1個完品になったね。ということで2本目トルネコの大冒険でした。これね、完品だと結構今するんですよ。2000円台とか3000円台で売ってるお店も、専門店だとね多いと思います。じゃあ次のソフトいきます。次がね、これパチンコチャレンジャー V 買ってきました。これね、全然知らないソフトなんですけど、ジャンクコーナーにあったんですよ、青箱に。で110円ね、シールなしで110円という形なんですけど、これね、見たことないなと思ってとりあえず買っといたんですよ。見たことないってことは多分持ってない可能性が高いので、で買って後々なんかね見てみたら結構高いソフトでした。3000円とか4000円とかするソフトで、だからこれがねジャンクコーナーにあったので、久々になんかね大当たり商品を見つけたかなって思います。昔はね結構あったんですよ、ジャンクコーナー、タクティクスオーガのスーファミのね箱節付きのやつが入ってたりとかあったんですけど、最近やっぱりレトロゲーム高騰してきてるのでなかなかねおーっていう大当たりないんですけど、まあ、久々のヒットという形になりました。これまあパチンコゲームですね。はい、ということでパチンコチャレンジャー V でした。じゃあ次いきます。次はねちょっと渋めの新燃えろプロ野球買ってきました。金額が480円ね、税込み528円でした。これはねちょっとかなりべったりなので、あ、これね、そうそうそう、前も言いましたけど、カッターでね、どうやんのこれ、こうか。でこういうとこを開けるときって結構ね箱切れちゃう可能性あるんですよ。ちょうどこのここね、ここめがけて切るんですけど、本来ただね、この防犯シールがあるときはこの防犯シールをこうピーって切るとこれ開けやすいっていう、ここバッテンに切るんだっけなね。そうするとほらこうやって開けやすいですよっていうのを店員さんに教えてもらいました。こんな感じでね、はい。ただその後もね、山形は不器用なので、でこのシールはシールで取っとくと、これね開いたかな、よ、はい、じゃあよいしょ、出ました。萌えプロ、旧萌えプロ、最初の萌えプロあるじゃないですか、赤いやつで、レアだと黒いやつね、あの萌えプロが最近箱節付きだと結構高くなってきてて、1480円とか1キュッパとかで売ってるお店もあるかな、結構高くなってきてて、でその中で新燃えろプロ野球の方が安く売ってたのでちょっと買ってきたという形です。箱の状態はね、まあ良くはないっすね。まあもう30年40年前の商品なので、まあ3、40年前の商品なんだろうなっていうのが分かるレベルの、まあ、箱という形です。B ランクか B ダッシュぐらいかな。まあこういうのはねちょっとアイロンでピッてやればある程度は戻りますけど、まあ綺麗にはならないかなと思います。で耳トレはよし、
あ、よかった。よかった。あ、耳トレはなしと。はい、いう形になってます。これね、この蓋。これね、取れないんだよね、これなかなかね。爪がないからやめときます。取れない、取れない。いい、取んなくてね。この蓋がね、ないこと多いんですよ。これがない状態で売られてることが多いんですけど、今回はついてました。で、ちょっと待って、しまっちゃった。よいしょ。で、なんかね、取れないよ、これ。これも。あ、取れた。はい。トンジャンの、これ珍しいね。こんなソフトが次回発売されますよっていう広告がついてました。これはこれでちょっと嬉しいです。これね、もう一回ちょっと調整しますね。外れた方が分かり、あ、取れた取れた。よかった。これこれこれ。だこの状態で売られてることが多いんですよ。結構。これがなくてね。で、これだけ、昔は結構、個人サイト、メルカリとか、ヤフオクで売ってたりしてたんですけど、もう最近これもなくなってきちゃって、やっぱりこうついててくれると助かります。ね、デガカセット。今度は入らないっていう。どういうことこれ。あ、入った入った。はい、まあ、萌えプロっちゃ萌えプロっすよね。若干画角違うんですけど、古い方の萌えプロとね。でもこのグラフィックで、あ、萌えプロだってわかるような感じになってます。で、説明書はね、すげえ綺麗です。はい。萌えプロね。だ当時は、まあ、この絵ね、これがすごくリアルで、人気の出た野球ゲームと、ファミスタ以外に野球ゲームといえばって言うと、まあ、萌えプロ上げる人も多いんじゃないかなと思います。スーファミになるとね、実況パワフルプロ野球とか出てくるんですけど、まずファミコン時代は萌えプロがすごい野球ゲームとして確立されていたんじゃないかなと個人的には思います。あ、すごい、これここにもほら、トンジャン押すね。トンジャン、トンジャン持ってたかな。何なんだろうこれ。確かにこうやってやると気になってくるよね。ほら、このゲーム麻雀でもないしっていう。ニュータイプ麻雀。パズルゲームにニュータイプ麻雀。あ、じゃあパズルゲームにニュータイプ登場。それが、今年パズルトンジャンです。難攻フラフの牌の配列があなたの頭脳を悩ませると。はい。だね。当時の子供たちは、なんかこういうの見ると、なんだろうと思ってちょっと気になって、当時インターネットとかもなかったので、こういうので情報を得て、ああ、トンちゃん買ってみようかなとかって、なっちゃってたんだろうなと思います。はい、ということで、新萌えろプロ野球でした。じゃ次いきます。あと2本です、今日ね。2本のうち1本、結構いいやつ、買いました。これ。はい、PC エンジンの源平トーマデン買ってきました。金額が2200円と。はい、なってます。これは簡単に開くかな。開いた。はい。源平トーマデンね。これはアクションゲームです。あ、よかった。ケースに入って、このね、ケースがね、ちょっと待ってね。これ知ってます？これ、そーっと一回、この浮かしてから、開けないと貼り付いてるんですよこれ。で、このねインクがここにべったりくっついたままバリッと取れちゃうので、こっち剥げちゃってここに色が残っちゃうっていう。この裏面もね、だこれね無理に引っ張ると危険です。一回こうねそーっと浮かして浮かして取るっていうね、はい、やった方がいいと思います。これねアクションゲームで、最初なんて説明したらいいのかな、この主人公のこの過激用なんですけど、ちっちゃいんですよ過激用がね。このちっちゃくて横スクロールのアクションゲームなんですけど、それにクリアすると今度ねビッグモードって書いてあったわ。ここに
過激が大きくなるんです。これ大きくなった過激を操作してまた横スクロールアクションになると、でそれをクリアすると今度平面モードって言って、なんだろう、一気みたいな視点かな、言えばいいのかな、そんな感じの今度アクションゲームになるっていう、一本でなんかね3つのゲームが楽しめるような感じになってます。まあ同じ過激用をあの操作して先に進めていくっていうゲームなんですけど、ただねこれ難易度がものすごい高くて、一番最初のその一面、あのそういうことをオープニング始まってスタートをした時点では、この最初のこのね小さい過激用で横スクロールアクションが始まるんですけど、ここでもうねゲームオーバー連発するっていう、下手な人がやると、だ僕みたいなスーパー下手プレイやってるような人がやると、もうここでねずーっとゲームオーバー連発するっていう、でやっとクリアできたと思ってもこっちのビッグモードがまた難しくてっていうね、だこれは本当ねすげー難しいっていう印象があるゲームです、源平闘魔伝。でこれねあのソフトだけでは持ってたんですよ僕ね。でただ結構前あの山これで紹介しましたけど、源平闘魔伝2を箱節付きで安く買ったので、で2があんだったら1もねあのこうやって揃えておきたいじゃないですか、こうやって横並びで綺麗に並ぶので PC エンジンって。それで今回今2000円で売ってたので、2200円でね売ってたので買ってきたという形です。ということで PC エンジンの源平闘魔伝でした。じゃ次ラストになります。今日ちょっとうるさい中での撮影だったんですけど、今日のラストこれ結構ねいいやつです。いきますよ。はい、高橋名人の冒険島3買ってきました。これ安かったんですよ、金額ほら3300円とね、激安で買ってきてます。これ箱節付きでね、すごいのがもう店員さん、これ僕中身確認しないの分かってる店員さんだったんですけど、あの耳が1個ないですよって言われて、その分激安になってますって言ってくれたので、耳が1個ないんだと思いますね。店員さんもすごいね、あの耳トレがあるとかってちゃんと分かってるっていうのは。はい、で箱の状態はそんなに良くないです。あのなんていうのかな、ほら見えます、俺っていうのがちょっとグッて押したっていうのか、その感じの俺が入ってたりとか、あとねまあ見た目はそんなあのあここちょっと汚いか、ここがちょっと汚いぐらいなんですけど、なんだろう、若干ふかふかしてます。あのファミコン特有のねピシッとはしてない箱です。あれ大丈夫だよ、こっち耳取れなし、こっちかな、あここだ、ここが一箇所耳取れがあります。よこれさ、例えばなんだろう、白い箱のファミコンで安いやつの耳をこれ1個取ってここにくっつけたら綺麗になるのかな、そんなことやる人いないかな、ね、まあいっかこのままでね。はい、で あよかった、説明書ないのかと思った。はい、ソフトの状態ね、だいぶ綺麗です。あのこの黒の部分もなんかこすったような跡とかもなく綺麗な状態だなと思います。ちょっとねここ今気づきましたけど、ちょっと破れがあったりはします。でトレイは綺麗と。で説明書も B ランクぐらいかな、 B ランクかなね、ちょっと痛みはあります。これあの横スクロール、あ違ったかな、3はどうだったっけな、あでも横スクロールアクションじゃないかなと思います。高橋名人の冒険島は横スクロールアクションなんですけど、1、2、3、4まで出ていて、4はね箱節付きで完品だとなんか安いとこでもなんか数万円するような。で3もねなんか結構高いんですよね。ただまあ耳トレありで、まあランク状態が B ランクぐらいで今回3300円で買えたので、これはめちゃ安だったんじゃないかなと思います。これすげえ綺麗な状態だったら1万円以上はすると思うので、はい、こんなゲームね。はい、こんなゲームね。
だ横スクロールアクションで、まあ、マリオ、スーパーマリオとかね、あの辺が超有名ですけど、ただ高橋名人好きで1から4まで当時全部やったっていう人も、まあ、かなり多いと思います。それぐらい高橋名人自体がすごく人気あったっていうのもありますし、これゲームとしてもすごく面白いので、はい、人気のある一本です。ここちょっとアイロンかけようかなと思います。はい、ということで本日ラスト、高橋名人の冒険島3でした。なんかこれずっと横スクロールアクションだったのか、なんかマップみたいなのこう動いて入ったら横スクロールが始まるのか、どっちだったかなと思って、まだちょっとね腑に落ちてないんですけど、はい、今度ちょっと後で調べておきます。はい、ということで本日購入してきたゲームは以上になります。じゃあ最後にもう一回今日買ったものをおさらいして終わりたいと思います。まずは、まあ、説明書なしでしたけど1650円激安で買えた三国志中元の覇者で、ソフトのみで買ってきて、これでね箱説がすべて綺麗な状態で揃ったトルネコの大冒険、あとは全然知らなかったけどレアソフトだったジャンク品110円で買ったパチンコチャレンジャー V、 ちょっとこれね人気ソフト、今結構値段上がってるんですけど、今回2200円で買えた源平東馬伝で、はい、480円だ、税込み500いくらで買えた新燃えろプロ野球で、ラスト激安で売ってたよっていうね、はい、高橋名人の冒険島3でした。じゃあまた次回いろんなお店を巡って、いろんな商品、安いものだったりとか、あとこうやってレア商品が安く売ってたりしたら買ってきてご紹介の方していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。真っ赤なほっぺの君は僕らの天使、ドメスティックな笑顔がとても優しい、山チャンネルでも見よう僕らの場所で、今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。